ここだけの韓国グルメを紹介。今日は新大久保の中でも上位クラスのお肉を食べてきました。アニアセオニーケイです。オープニングでも言った通り新大久保にやってまいりました。今日行くお店はこちらです。中央市場さん、中央市場っていう意味ですね。新大久保の駅からちょっと歩きますって言っても歩いて6分7分ほどですかね。ここがですね、新大久保の中でもサムギョプサルだったりモクサルっていうのがすごく美味しいっていうのでめちゃくちゃ評判で、韓国人の方も来るんですよね。なので本場の方が見てみるね、お肉を食べれるっていうことで今回やってきました。でランチに行ったので、このおかず3品となんかお皿もらいましたね。あとサンチとかもらってる、あ、タレももらいました。お肉セットっていうメニューがあって、サムギョプサル、モクサル、プルコギがセットになったメニューがあります。それを頼めばこういった感じでついてきますね。胡椒とか入っているような仕様に、これはサムジャンですね。黒いのちょっと分かんなかった。パジョリ、長ネギももらえます。パジョリだったっけ。キムチちょっと少ないなって思ったけど、まあいいや。あと僕はコーラ頼みました。もう喉がすごく渇いてて、喉を潤したくてこの日コーラ頼みました。多分ペプシだった。ちなみにおかずは3品とも、まあ2品かな、こんな感じで赤い系なんだけど辛くはないです。奥にあるこのキノコみたいなやつが僕は好きでしたね。でサムジャンでしたね、これは。でお皿にこうやって入れていきます。塩も入れていきます。で黒いやつね、ちょっと舐めてみたけど本当に分かんなかった。そしてお肉たちも登場です。プルコギとか入ってますね。中央市場って書いてあるこのエリンギがまあ結構有名かなって思います。サムギョプサルもね、結構な厚みあるので、あのね、結構時間もかかります。なんでゆっくり待っていきましょうか。もちろん動画飛ばしてますけど、でもやっぱり厚みがあるし、その後モクサルも焼くからね、モクサル、まあ肩ロースかも焼くからね、結構ね、やっぱ時間かかってた。10分15分くらいかな、はかかってたと思います。ただね、サムギョプサルよりも、このお肉の風味がすごく染みついてて、焼いてる時すごいテロでしたね。本当にいい匂いがするし、風向き的に僕の方に匂い来るから、本当に我慢できなかったね、食べるの。もうサムギョプサルやっぱりこの肉厚に限るなって、これ焼いてても思いましたね。で、焼けたやつはこうやって端っこにあって焦げないようにしてくれてます。ちなみにプルコギはね、焼くのかな一緒にって思ったけど、多分ね、多分というか最後に焼いてくれました。なんで最後に焼くのかなっていうのもちょっとね、動画の方を見ていって分かるかなって思います。で長ネギも入れてね、最終的にこんな形です。ちょっと寂しい感じもするけどね。これで2人前なんだけど、まあプレートに敷き詰まってない感ぐらいでしたね、量は。じゃあ食べていきましょうか。サムギョプサルからチャーモッケスミだ。このサムギョプサルは下味で黒胡椒っていうのかな、がついてるような、まあブラックペッパーですよね、がついているからね、結構味がね、そのままでも染みついてますね。ただこういうやつに塩をつけて食べるとさらにお肉の旨味が増すから、僕はね結構塩おすすめできるかなと思います。でモクサルも焼けたのでモクサルも食べていきます。どっちかっていうとモクサルの方が塩につけて食べるとさらに美味しさ増すかなって感じですね。これね、動画を編集しながら思ったんだけどね、カメラの方にお肉置いたらよかったなって思った。僕の方にお肉集まってるからちょっと見にくいですよね。申し訳ないです。お肉の厚みとしては 2.5mm っていう記載がメニューにあったので、まあそれぐらいかな。厚さがあるサムギョプサルとしては通常の厚みだなって思います。だいたい厚みがあるとこは 2.5mm で、さらに厚みがあるとこは 4mm とかかな。食べ始めたばっかなのにコーラ半分もなくなってる。で、この肉厚のサムギョプサルを、まあ、産地で食べるのもいいですね。と言ってもね、ニンニクとかはなかったから、まあ、好きなように食べたらいいかなと思います。でね、僕ね、あんまり今回産地使わなかった。いや、全部使ったけど、産地の量そんなに入ってなかったんだけど、うん。あ、これキムチね、ちょっと焦げてるんですよね。そこだけあれだなって思った。最初の時にね、キムチ置いてくるから、やっぱり焦げちゃうのかなって思います。サンチューも別に足りないなって思わなかったぐらいね、僕は結構このサムギョプサル、お肉たちがお気に入りだったんですよ。食べやすかったっていう点がありますよね。まあそういったところも含めてね、どういったところが、まあおすすめポイントになるか説明していきます。まず一つ目のポイントとしては、先ほども出たように、お肉のね、しつこさが全然ないっていうところですね。サムギョプサルって油の旨味持ってる分、まあそれぐらいね、油のしつこさっていうのもあるお肉なんですよね。だからね、ちょっと食べ進めてたらしんどいなっていう時とかも出てきます。僕は小さい時からお肉の油を避けて食べるような人だったので、まあ僕は結構他の人よりしんどくなりがちなんだけど、このサムギョプサルはそこまでね、なんかしんどいとかいう感覚なかったです。
油のしつこさが全然なかったんですよね。でもその油の旨味がないわけでもないから不思議でした。どうなってんのかなって思ったんですよね。だからね、あんまり酸質使わなくて、逆に油の旨味が増すようなその塩つけたりで、サムジャンも好きだからね、サムジャンつけたりして食べるっていうのが僕は好きでしたね。サムギョプサルは塩つけて食べるのがちょうどいいぐらいね、まあそれぐらいの旨味だったかな。本当に美味しくいただけて、やっぱ上位クラスのお肉食べるとこだなっていうのは実感しましたね。韓国料理屋さんってなると、まあ女性のお客さん多い傾向になりがちなので、まあジャンル的にね。だからね、こういったね、脂身が少ない、だけど旨味がたくさん持っているってお肉は結構好まれるんじゃないかなって思います。だからあんまり産地も使わなくて、そこがね、いいポイントだったなって思いますね。続いて二つ目のポイントとしては、モクサルも食べれるっていうところですかね。まあ、モクサル頼んじゃえばいいと思うんだけど、熟成サムギョプサル屋さんとかにしか置いてなくてね、新大久保でも食べれるお店ってね、そうそうないんですよね。じゃあなんで僕がこのモクサルを食べたい、まあ、肩ロースの部分って言うべきのかな、このお店の名前的にはね、それを食べたいのかっていうと、ものすごく美味しいからです。正直、サムギョプサルに匹敵するぐらいの美味しさで、僕すっごい大好きなんですよね。姉妹店のブルバムさんってお店があるんですよ。そこのモクサルもかなりの美味しさでね、本当にモクサルって美味しいなってその時実感しました。脂っこさが少なくて食べやすくて、なのに美味しさたっぷりあるモクサルと、脂の旨味があるのにしつこさを感じないサムギョプサルっていう点で、ここのお肉やっぱりね、すごいなって思いますね。純粋にお肉だけを楽しみたかったから、キムチとかあんまり使わなかったですね、今回。それぐらいね、そのお肉だけの美味しさっていうのをすごく楽しめますね。そしてプルコギを焼いてもらいます。お肉全部焼けた後にプルコギ焼いてもらいます。でね、なんでね最後にプルコギ焼くかっていうと、プルコギのタレがね垂れてくるからです。すっごい当たり前のことだったんだけど、まあそこがねあるので、全部のお肉食べてからプルコギを焼くみたいです。プルコギって言ってもなんか豚のスライスを味付けしたやつ焼いてる感じかな、そんな風に見えますね。でね、三つ目のポイントとしては、このプルコギも楽しめるっていう部分なんですよね。まあそこはね結構いいかなと思ってて、でプルコギの味もねかなり甘みがあって美味しいんですよ。他のお店で食べるプルコギよりも若干甘み強いかなって思いますね。まあちょっとそこがねネックになるかもしれない人もいるけど、僕はまあまあ食べれたかなと思います。ただね、僕一人で食べてるんですよ。で、一人でね、いつもお肉2人前食べるんですよ。まあそれ余裕なんですけど、プルコギ入ってるからね、結局お肉をね3人前食べてるんですよ。今までね3人前食べることあんまなかったから、結構来てます。この時ぶっちゃけプルコギ食べて、で味確認して、あ、甘みあるな、うん美味しい、うん、へえそうなんや、へえって味分かった瞬間、一気にもういいってなりましたね。もうお腹が限界ってなりました。でも食べ続けます、もったいないから。ちなみに玉ねぎめっちゃ辛かったです。プルコギも楽しめるっていう点ではまあありかなと思いますね。ただ僕ぶっちゃけプルコギ1個追加されるんだったら、サムギョプサル半分とモクサル半分欲しいかなって感じ。プルコギまあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、このお肉食べてきた後のお肉じゃないんですよ。まあちょっと言って意味わかんないんだけど、サムギョプサルとモクサルでガッツお肉食べた後になんかちょっとジャブ的なお肉食べるんで、正直物足りなさを感じてしまいましたね。それだったらもうガッツリ、なんだろう、2人前お肉食べるだけでもいいし、モクサルとサムギョプサルだけのお肉セットっていうのを用意してくれてもいいのかなって思いましたね。ちょっとお値段下げてね。最後まで大満足って感じで締めれたっていうよりかは、なんか美味しかったけど、プルコギは、あれだねっていうので終わりましたね。プルコギは美味しいけど、締めっていう感じじゃないから、なくてもよかったなって僕は思います。チャームが進みだ。今回のポイントを3つまとめると、まず1つ目が、サムギョプサルのしつこさっていうのが全然なくて美味しいっていうところ。そして2つ目が、モクサルが入っているっていう部分が結構大きなポイントでしたね。で、3つ目が美味しいプルコギも入っている。ただ、プルコギは締めじゃなくていいかなっていうとこですね。で、今回食べた肉だらけセット、お値段が1人前1208円です。2人前からの注文なのでご注意ください。席数そんなに多くないけど、いつも人が集まってる大人気のお店で、で、韓国人の方も多く集まってくので、まあ、本場のお肉体験したいなっていう方だったり、韓国の方が認めてお店行きたいなっていう方は、ぜひこちらで食べてみてください。それでは今日は新大久保の中央市場さんの
お肉セットのご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。アニョーン。